哈喽，大家好，今天的化妆教程请来了一位超级大咖来教我画这个自然又清透的白月光妆容，就是坐在我身边的阿布老师。皆さんこんにちは、僕はオフィシャルメイクアップアーティストの阿部と申します。阿布老师其实在美妆界非常有名，是因为他特别擅长把每个人的原生魅力发挥出来，特别是用这种自然的、健康的妆感来凸显每个人五官的优点。所以我也非常期待今天的这一次化妆的教程。现在已经是卸好妆的素颜状态，咱们马上从底妆开始。今のような季節の変わり目は、いつも肌が不安定になっていて、ニキビとかニキビ跡とかすごく気になっているんですよ。白月光メイクに、なんていうかふさわしい、ベースメイクから教えていただいてもいいですか。はい、わかりました。早速やっていきましょう。まずは、下地塗っていきます。今日ね、使っていくラベンダーのカラーなんです。たっぷりとスキンケア成分が入ってますので、塗るだけでしっかりとお肌が整って崩れにくい、くすみだったり小じわだったり、そういったものを目立たなくしてくれます。今日のメイクのテーマが割と透明感だったり清楚感だったり、そういった感じだと思うので、それをやっていくんだったらこういった青みっていうのがすごく必須なのかなと思います。基本的には2プッシュ、指で温めながら大きな動きで乗せていくのがポイントですね。そして次にファンデーションの前にコンシーラーを塗ります。このように色素の強いところにあらかじめ乗せておきます。手を大きく使ってなじませていきます。こうすることによって、特にミネラルコスメの場合って指の熱を使うことによって肌によりフィットするので、これちょっと一般的なコスメとも違いかもしれないですね。クッションファンデーションを使っていきます。素肌っぽい雰囲気にしていきたいのでブラシつけます。このね、フラットトップブラシっていう、ここがフラットのやつがあるんですけど、これをクッションファンデーションのパフとしても使えるんですよ。フラットっていうことは薄膜にすることができるんですね。実はこれもポイントなんですけど、崩れにくいメイクを作るときって薄膜がいいんですよ。素肌っぽく仕上げたいときはむしろ顔の正面側のところにカバーを置いていくといいです。目元が強調されるんだけど、でもどちらかというと下の方に目線が行くような感じのメイクがいいと思います。これグリッターっていうパールの大きなもの、そしてマットなカラーで締めていきます。マットなカラーを使うとまた雰囲気が変わってくるので、目の下にはマットな血色感のあるピンクをのせていきます。ライナーをカラーラインで入れます。グレージュの色、黒ではなくてピンクグレージュ。マスカラも同系色、アイラインと同じような。そうです。我的眼睫毛真的有往上翘。我平时都会烫那个睫毛，但是因为最近有点偷懒没有去，所以睫毛是很平的。但是用了这个睫毛膏之后，超级卷翘。先ほどのマットなカラーを使って、より深みを出していきたいので、ノーズを入れる部分、ここにマットのカラーを重ねていきます。まずね、この下にラインを入れます。そして山から外側、眉尻側を描いてつなげます。スクリーブラシで。先ほどつけた。マスカラ、薄毛のマスカラ。こうすると色のトーンが揃うので、次が血色感ですね。少し高めの位置に、高めの位置、ふわっとのせる程度。グラムピンク、ちょっと青みピンクですね。全体的にはなじませておきながら、内側のところ、ここに色を持たせると、またさらにベビーパウダーまとっているから、ちょっと肌質はマットで。以上完成。はい、给大家看一下我现在完成妆容的这个状态，然后接下来去换一身衣服，给大家展示一下完整的白月光妆容。2つ目のメイクなんですけれども、はい、私のフォロワーさんの中では OL がとにかく多くて、素早く朝できてて、一日中、お出かけとか仕事でもいいですし、はい、こういう一日中崩れにくいメイク教えていただければと思います。はい、承知しました。オフィスだからね。そうですね、オフィスなので、こう落ち着いてる、落ち着いた感じ、はい、キャリアウーマンのプロさ出るよ。なるほど、はい。じゃあまずね、ポイントとしては大きなパールが入ってるものを選べばいいんで、はい、このパレット出たらこちらのカラーもですね、単色で。実はね、このパレットのブラウンってちょっとね、クールな雰囲気が出るんですよ。すごくね、仕事できそうな雰囲気になるんですよ。そうするとすごく品のいい感じになってくる。外側強くするとちょっとね、セクシーな感じになってきたりするから、アイホールまでさっと伸ばす、
クールなブラウンを選ぶのがポイント。どうやって見てわかるんですか、クールのブラウンかどうか。例えば一般的なブラウンだとこういうちょっとこういうのに近いような、うーん、比べると分かると思うんですよ、はいはい、こっちの方なんか華やかというか、そう光が入ってるような、うん、なんかヘルシーな健康的な感じの元気、そうブラもそう感じるじゃないですか。確かに比べたらすごくクールに感じません？確かに落ち着いてる感じ、柔らかくて落ち着いてる感じ、そう、その通りですね。つまり知的に見えるんですよ。なるほど、勉強になりました。このカラーを外側に入れて上とつなげます。目力がすごくアップするぞ、これだけで。なんか目が大きくなりました、うん、マスカラは、まあ、ここは月並みですが黒の方が単純にかしこまって見えるんです。そしてチークもね、はい、混ぜて外から、外から内です。外側を強調するとかしこまって見えるんですよ。内側強調するとカジュアルに見える。そうで、カラーはねやっぱりマット、マットの方がきちんと感ってありません？確かに。なのでアイシャドウもリップもあまりパールすぎない方がいいです。ベイクドカラーっていう焼き菓子みたいな色、適度に赤みが入ってるんですよ、ブラウンなんですけど、うん、そうまさに大人っぽい雰囲気にもなるし仕事ができそうに見える。妆容就完成了，大家更喜欢哪一个呢？非常感谢阿布老师今天来到我们的化妆教程，教给大家很多实用的小技巧。今後ともぜひこういうメイクの機会がありましたら、ぜひいろいろ教えてください。はい、もちろんです。ありがとうございました。ありがとうございました。また、バイバイ。